川塾の生徒共通テストプレイ、なんかすごい難かったっていう声を予想問題パックシーの最後でございます。これは痛い、受験はガチですから。じゃあ出願校はもうどうなんですか。それでは始まりました、もちちチャンネルです。さてさて、坂上さんのいよいよ模試プレですね。はい、はい、川塾の前頭のやつ、共通テストプレ、共通テスト、はい、なんかすごい難かったっていう声を視聴者から来たんですよね。はい、なんかもうコメント欄でも取り上げてくださいとかって来てて、いやさすがに模試の問題を取り上げるのはできないと思うんですけど、さあじゃあその結果ですね、どうだったのかを見せてもらいましょう。はい、ます、はい、まず前頭プレ共通テスト英語リーディング51点ということで、目標90に対して51、偏差値 52.8。 ああまあまあ、だから難しかったとはいえやっぱり偏差値52でね、まあ受けてる人も多いだろうし、もう学力も上がってる人たちも多いですから、やっぱ60とかはねいかないよね。はい、続いてリスニングが52点、偏差値 47.5。 これは痛いですね。合計すると103ですから5割ですね。これは渋い結果になったと思いますね。でやっぱり手も足も出なかったって感じですかね。そうですね、リーディングは最初からちょっと読みづらいなって思って、うん、気がついたらもう長文6の B はもう読めないっていうぐらい時間になってて、もう時間が足らなかったってことですね。うん、そして続いて国語ですね、これまだ漢文始める前、始める前ですね、始める前の結果になりますが、120点、偏差値は 54.3 か。これ何月の話、12月の最初か11月の後半ぐらいです。はい、でまあ国語120って言っても、はい、それぞれどうだったのか、はい、っていうと、まず評論が33点、はあはあ、微妙なとこだな。そして小説が37、安定しないですね。で古文が24、半分か。古文むずいんだけどね。そして漢文が26と、何も勉強してない漢文の方がいいんですか。古文より。いやどうなんだろう、本当漢文のコスパがいいとかコメント来てましたけど、そうなんだけどね、まあ、本番どうなるか分かんないしね。ということでまあ6割と5割、じゃあまあでもあの頃よりはできるようにはなってるはずですね。まあやってるので。そうですね。なんではい、河合の模試の後はそうです、これですね、河合のパックでございます。いよいよ予想問題パックシリーズも最後でございます。はい、でこれで動画でもあと1回ぐらいだもんね、撮れるの。はい、じゃあいきましょう。はい、ではやってください。はい、はい、撮ってまいりました。はい、感想どうでしたか。英語リーディング456すごい時間かかったな。ああなるほどね。っていうのと、まあリスニングがちょっと、リスニングが難しかった。はい、ああなるほどね。はい、国語は、国語はまあ古文が本当に難しいなっていうふうに思いました。やっぱり古文が毎回毎回ですね。まあぜひ受けた方はですね、またコメントください。そしてまた結果載せますんで、はい、比べてもらえればいいんじゃないかと思います。はい、ではいきましょう、リーディングいきます。はい、リーディング、まず第1問全問正解ですね。第2問が最後の2つ間違います、14、15で、第3問がまた全体の間違ってんの、この順番。そうです。なんで、難しい、この3の選択肢っていうのが、これいつのことなのかなっていうのがずっと分かんなくて。ああなるほどね。はい、で第4問が全問正解。はい、おー、で第5問も全問正解。ほうほう、で第6問が40、41、47が間違ってるということで、3問不正解ということで15点ということで、合計が84ですね。お、耐えたな、耐えた。よかったな、耐えた。まあまあまだね、まだ84ですから、これまだ合格点じゃないですからね。はい、続いてリスニングです。はい、リスニングはボロボロですね。はい、ひどい。でもだって第1問からボロボロじゃん、これどうしてこんなにできないの第1問。いやさすがに第1問は いけるだろうと思ってたんですけど、間違いまくってるよ。そうなんですよね。単語分かんなかった、状況が分かんない。
いやそういうわけじゃないと思います。 CD をパソコンに映してる時に聞こえてたけど、まあ、この単語知らねえだろうなとか、この表現知らねえだろうなっていうのはもう第一問の段階で聞こえてたんだけど、やっぱり単語力とかまだ問題あるんじゃないかなとちょっと思っちゃいますけど、いや聞こえた？そうですね、まあ聞こえてるつもりだったんですね。いや聞こえてる結果じゃないこれは。そうですね。全然。はい、で第2問が半分、第3問が12、第4問がこれもダメだな、7、そして第5問もまあダメか、最後間違って第6問ボロボロですね。はい。ということで合計52という、これは痛い。いやーこれはまあわかんないね。まあいろんなパックそれぞれ安定しないな。まあリスニングは難しかったと。そうですね。そう、そしていよいよ国語でございます。はい。ここ現代文の、評論。評論は全問正解してますね。よかったです。はい、評論全問正解で、50点です。小説が34点。そして古文がまだ安定しないね。やっぱね、古文24。ただやっぱりね、なんかそう単語の問題とか間違えてんじゃねえよみたいにコメント来てるんで、はあ、まだ間違うんだね。いやちょっと教えてほしいですね。ちょっと自分分かんなかったですね。いや俺は知るわけない。そして次は38点、漢文が。漢文38。まあ2問ミス。やっぱ漢文の方が簡単。そうですね、漢文の方が分かりやすいですね。これ146点。まだでも7割か。7割で、リーディング8割、リスニング5割じゃ、やっぱりまだまだ到底及ばないですね。ということで、もう残り1ヶ月を切ったという形ですから、とやっていかなきゃいけないですね。まあ、多分何かしら共通テスト形式のものを足していかなきゃいけないんじゃないの。まあ、いろいろ売ってるとは思うんで、それらちょっとやってもらうしかないですね。まあ、仕方がない、それはやるしかなくて。で、じゃあ出願校はもうどうなったんですか。決めたんですか。はまあとりあえず早稲田スポカと法政、はい、スポカ、はいはいはい、は必ず出すと。そうですね。それ以外は出さない。は考えてないですね。ああなるほどね。でもそうか、まあ法政のスポカ出すためにまだ無理だな。英語は全然低すぎるし、現代文だけだっけあそこ。そうですね、原文だけですね。かといってで、ちなみにだそれで共通テスト受けるでしょ。共通テスト受けて、はい、あこれダメだと思ったらどうすんの。一般受けんのどっか。だって英国しかできないわけじゃん、社会科目できないわけですよ、はい、で英国だけで受けれるところを探すの、もう東京経済大学に戻るの。は自分としては、まあ早稲田法政受けてどっちもダメだったら、まあそのまま統計戻ろうかなとは考えてるんです、ね。なるほどね。英国だけで受けれるところとか全然調べてはいない。はあもう現役の時から英国でしかほぼ受けてなかったので。あそうか。もうそこら辺は大体いろいろ知ってるわけね。まあ、現役の時から逃げてたわけね。いや本当に会社から逃げました。じゃあ共通テスト利用じゃないところも一応知ってるってこと。はい知ってます。どこが？中央とか、あと一応青学、で中央のどこが？国際経営とかそこら辺が確かに出てた気がします。でもな英語のだって文法とかの方やってないからね。まあわかんない、もしダメだったらでも受けて低いと思ったら別に出願できるよね。そうですね、共通テストの後できるよね。一般は全然それも考えなきゃいけないかもしれないよね。まあわからんけど、まあその辺はおいおい相談しながらやっていくしかないんじゃないですかね。はい、形になりますが、さあこういった、まあ、受験はガチですから何をやってもやってきてしまいますから、はいはい、次回はどうなるんだろうね。もう最後のもしの結果プレー、ああそうですね、プレーの最後の結果になりますので、はい、そしたらもう次は本番ですので、はい、はい、早いということでした。はい、ありがとうございます。 Thank you for watching。